はい、どうもみさん、リンクでございます。えー、それではね、ヒョウモントカゲモドキ、オレバーの身体測定、13ヶ月目、えー、やっていきたいと思います。はい。じゃあもう早速ね、乗せていきまーす。今日なんか珍しくね、おとなしいんですよ。すごいね、すごいおとなしくて、乗って、乗って、はい。えー、重さですけど、あー、やっぱ軽くなったな。今回軽くなったよな。97.0! ちょっとなんかピントがえらい。合ってないけど、大丈夫これ。ピントがえらい、合ってないけど。 合わせてでこうはい97.0ということで前回103.6やったんで軽くなってますよねうんそうだと思いますちょっとねあのー挙、まあ、食治ったみたいな話をねしとったわけですよであのー、治ったでは治ったんですけどなんていうかね食がねすごいムラっ気がある感じがすごいですだからいつも言うとその週に1回みたいなのかなりコンスタントにね、えー、しっかり食べていたのが 何て言うんですかね、今週は食べないけど、次の週は食べるみたいな。で、今週食べなかったけど、その、次の週の途中食べるみたいな。で、今週食べないと見せかけて、ちょっと早い、いつもよりもスパン早く食べるみたいな。とか、今までこう、ある一定のスパンでこう、結構ね、ちゃんと食べてたのが、割とこう、ぐちゃぐちゃ。 予想できない。なんか、今日急に餌欲しいモード出したりとか、いう感じで、なかなかね、振り回されてるっていうのは、正直現状としてあります。うん。かなり振り回されてます。で、まあ、重さとして軽くなってる。で、見た目は、ちょっと、尻尾細くなった気もせんではないですけど、でもまあ、ほとんど見た感じは、見た感じは正直差としてはほとんどわかんないと思います。もう、あのー、用意ドンでこう、 先月、今月とこう並べてみないと多分分かんないレベルだとは思うんですけれども、まあ、ちょっと減ってるということで、俺もちょっとね、餌の食いにかなりムラッケがあるんで、餌をね、ちょっと工夫しないといけないんじゃないかなとは思ってます。ちょっとピントが合わねえか合わせたいんだけど、こうして、キュッとあった。よしよしよし。んで、えー、ミルワームのね、自家繁殖計画の動画を上げて、ミルワームこうやってたわけですけども、まぁ、あ、あのー、大体ね、ちょっと、ピント合わねえか、ちょっと位置変えますね。 こんな感じでどうでしょう見たほうかなケー、OK。あの、大体の方がね、予想されてる通り、え、ミルワームを食べてる様子がアップロードされないということは、まあ何かつうと、ミルワーム食べてません。え、全く食べてなくて、ミルワームたちは完全にその、えー、増えまくってる状態です。まあ、増えまくってるっつっても、彼らの、とも食いしますんで、ある一定の数で打ち止めにはなってるんですけども、えー、レオッパ、ヒョムトゲドキの餌としては、ミルワームは使用できていないという現状です。今現在ね。今現在そういう状態にはあります。で、 あのー、まあ、それはね、気持ちとしてはわからんでもないんですよ。この子をちっちゃい頃からずっとコオロギで育ってきてるわけですよ。ずっとね。ってことは、ミルワームを餌としてなかなか認識しきれてない部分はあると思うんです。当然のことながら。だからこそ、あのー、その食いつきが悪いんだとは思ってるんですけども、まあ、コオロギ今ちょっとこの食いがムラッケが非常にある。そのすごい餌として反応するときあるんですよ。ピクッと、 反応して、あ、餌かみたいな感じの動作を見せるときあるんですけども、そっからなかなかね、食べるってとこまで行かないときがあります。だから、あ、餌欲しいんやなと思って準備しても食べなかったりってことがあるんで、ちょっとね、対策をせんといかんなと思ってますので、あのー、まあちょっとできたら導入したくなかったんですけど、デュビアを増やす目的では買わないです。 増やすんじゃなくて、ちょっと一回食わしてみる。一回餌として食べるかどうかっていうトライのために、えー、本当に少ない引数頼んでみる予定です。っていうかもう頼みました。<laughs> 頼みましたんで、それをちょっとトライして、あの、餌として食べるかどうかっていうのをやってみたいと考えてます。まあ、あの、この動画はいつも、あの、身体測定は餌の前、餌食べる直前にやってますんで、まあ、この後コオロギもしかしたらすごいすんなり食べてくれるかもしんないんですけども、ちょっと、 まあ、コオ,オロギを見せると、餌欲しかったモードがなんかちょっと、シュンってなる感じがあるんで、一遍実験としてね、えー、買ってみたいと思います。現にちょっと体重も減ってるということで、少しまあ、そろそろもう対策をしっかりせんといかんよっていうサインだと思いますんで、えー、対策したいと思います。はい。ちょっとまあ非常に心配にはなってきますね。やっぱりちょっとこう目に見えて体重減ってるとね、ああ、ちょっとこれ、してなあかんなって感じになりますよね。いくら尻尾がそれなりにあっても、 この体重を測ってる意味っていうのは、そういったちっちゃい変化を見るためですから、その今ちっちゃい変化が現に出てるということで、え、ちっちゃい変化が出た以上、え、何かね、行動に移していかないとなと思いますんで。はい、ちょっと、ディビアね、え、非常にゴキブリ苦手な方は無理でしょうけれども、ま、あ俺自身はディビア見てる感じね、そんな問題ないなと思ってるんですけども、あの、ミルワーフと違って増えすぎた時にどうしようもないっていうところがあるんで、それをまあどうしようかね、悩んでたんですけれども、ま、とりあえず、 食べきれるような少ない引数ならまあいいかなと、え、いうことで注文してみようと思ってます。はい。それはまた、動画にできたらな、もうなんか動画今月上げたいもんいっぱいあるからもうあれなんですけど、またちょっと、あの、実際に上げるとか、あの、届いた時からちょっとずれる、時期としてはずれるかもしれないですけども、まあ何らかの形でね、あの、アップロードしてね、ちょっとディビア買いたいなとかチャレンジしたいなって方のヒントになるようなものが作れたらなと思います。ちょっとごめんなさい。ラインピコピコになりましたけど。<laughs> そんな感じのね。 あの、ヒントになる動画を作れたな、と思ってますんで。えその辺はまたえ、お楽しみにという感じですかね。はい。まあちょっとそのね、餌の食いがあんまり良くないっていう、そこはちょっと悩まされております。はい。山モトワゲに関しては、この1ヶ月はそこと、あとは飼育用品ですね。えー、ウェットシェルター、新しいの買いましたという動画を上げさせていただきまして、えー、そちらのね、今効果を見てるところです。正直ね、ちょっと、俺、須藤さんのウェットシェルター一強だと思ってたんですけど、ちょっと今使ってて、あ、もしかしてこれ、 結構メリットじゃねみたいな感じで思ってるとこがあって、それもちょっと使っていく中でね、えー、見定めていけたらなと思ってますんで、それはまあもうちょっと使用していく中で、えー、メリットだったか、デメリットだったかっていうのは見させていただけたらとか、ちょっとピント合わないんで、こういう感じで、えー、中央に合うように、え、させていただきます。多分中央ピントになってるはずなんで、ちょっとうまいこと。合うように、接近して、よし、こんな感じで。 生体 <laughs> 全然見えない位置で話してたからね <laughs>。ちょっと調節しましたけども。はい。そのウェットシェルターのまあ使用感って感じですかね。あとまあ、遠赤のライトの位置を、あの、ちょっとだけ変えました。本当にピットなんで、もうわざわざご紹介するようなほどのレベルでもないんですけどね。本当にピットだけ変えました。まあまだまだ、コンステークの方でもお話ししたんですけれども、冬ね、まだ2月、これから寒さはまだ厳しくなりますんで、ちょっとまあしっかりと保温設備整えて、 えー、その寒さの面で食いが落ちないようにね、しっかりと対策していきたいなとは思います。はい。でまああの、ありがたいことにですね、まあ、コーンスネークに比べるとやっぱ、ヒョウモントガケモドキの方がやっぱりペットとしての地位を確立されてるなと実感しまして、まぁ、あ、ヒョウモントガケモドキの方がこの見てくださってる方が多い。非常に動画としては見てくださってる方が多いっていうのはありがたいことなんでございますね。非常にありがとうございます。多くの方が見ていただいてるっていうのは、まあそれが何かね、その飼育のヒントみたいなものになってるんであれば、それは幸いだなと。 思ってますが、あの、この動画でわざわざ言う必要ないかなと思ったんですけど、まあ、ヒョウモントカゲモドキの動画を見てる人が多いんで、多分それメインであげちゃうと、多分なかなか見てくださる方いないと思うんで、今ちょっとヒョウモントカゲモドキの関連の動画の中でお話しさせていただきますけど、その、まあ、すごくね、その飼育に関する質問をいただけるのはすごく嬉しいことだと思ってますんで、 あの、いただく以上は、ま、できるだけね、あの、俺もコメントいつも返せるわけではないんで、あの、ま、今はちょっと人数少ないから割りかし返してますけども、あの、いつでもすぐレスポンスできるわけではないんで、ちょっとま、返事がね、遅くなることはあったりするんですけれども、可能な限り返していただこうとは思ってますが、そのね、なんて言うんだろう。質問してくる人の中にもいろんな人がいるわけですよ。で、そのいろんな人がいるのは、その自分の考えもあるんですけども、俺は、 生き物を飼育するのがすごく好きです。俺はね、飼育するのがすごく好きです。生き物が好きっていうのはもう当然、大前提で、生き物を飼育するのが好きです。で、その、皆さんペット飼われてる人は、生き物が好きで飼われてるのか、生き物が飼育するのが好きで飼われてるのかっていう、そういう話になってくるわけですよ。その、俺に質問してもらって、俺は自分がやってるやり方を当然答えますけども、 決してそれが正であるかどうかわからないわけですよ。生き物たちは千差万別個性がありますから、たまたま俺の答えではそれがうまくいってるだけで、それが、その質問してる方の答えでうまくいくかどうかっていうのはわかんないわけですよ。ね。実際に見てないですから。それで俺もプロじゃないですからね。俺もただの当素人です。自分が好きでペットを飼ってるだけです。で、自分の好きな範囲で知識として調べてるだけなんで、決して、 専門的な方に比べたら全然だと思います。飼育者の方でももっと詳しい方は5万と言います。星の数ほど言いますから、俺なんて本当に広く浅くでもないと思います。本当に狭く浅く程度の、本当にカスみたいな知識しか持ってない人間です。なので、もっと詳しい方は5万と言いますから、その、俺の意見が絶対ではないと。まずそれも大事なことです。で、その、俺の意見を聞いた上で、その、自分でカットトライするってことが、 飼育していく中では大事なことだと思ってるんです。それが生き物を飼育することが好きっていうところにつながってて、その生き物が好きなだけだったら別に飼う必要ないと思うんですよ。俺はね。生き物を飼育するのが好きだったら飼ったらいいと思うんです。で、飼育するのが好きで飼うってことは色々試して最善を探すってことだと思うんですよ。その大まかな 買い方っていうのは決まってるわけですよ。標本トカゲモドキはこういう風に買いましょうっていうレールが敷かれてるわけですよね。みんなそのレールの上を走るわけですよ。それはまあいいんですよ。でも、当然標本トカゲモドキたちの中には個性があって、その個性のせいでレールから外れる子っていうのはたくさんいるわけですよね。で、それを逐一観察して、何がこの子にとってベストなのか、何がこの子にとっていいのか、立ち回り中と今の俺のこの体重の減少っていう、 状況があるわけですよ。その体重が減ってるのは何が原因なんだろうっていうことを考えて、あ、今、餌は欲しいっていうアピールはしてるけど、でも、冷凍コオロギを回答して見せると、今までは興味示してたのに、なんか急激に興味がなくなってるなと。あ、これは餌は欲しいんだけど、冷凍コオロギはいらないっていうサインっぽいなと。じゃあ、ジュビアを導入してみようとか、ミルワームあげてみたけど、あ、ミルワームはなんか餌としてあんま認識されてないなとか、そういうことに繋がってくると思うんです、俺は。 で、それを考えて、トライしてやるってことが、生き物を飼育することが好きってことだと思うんですよ。で、俺はそこまで好きな人が生き物を飼育するべきだと思うんですで、生き物を逆に言うと飼育してるってことは、そういうことをするべきだと思うんですよ。ね。それが生き物を飼育するってことだと思ってるんで。だから、その、質問してくださることは大いに結構です。で、それに対して、俺が知ってる限りのことはお答えしますけども、俺は、 濁して答えます。必ず結論は。こうですよとか、あの、こうしなさいみたいな感じの書き方は避けるようにしてます。で、これからもそうすると思います。質問されても、そういったちょっと濁した書き方をします。それは、自分のこの場合はそううまくいったからで、あなたの質問してくださってる方のレオパで、それがうまくいくとは限らないっていう気持ちが一つ。で、もう一つは、それを、 観察して、観察できんのは飼い主の方しかいないんですよ。俺はだってその子を直接見れないんですから。動画でね、もしかしたらその方アップされてるかもしれないですけど、その動画を見たって、たかだかね、5分とか10分の話ですよ。このね、オレバーの様子だってこの12分、今ちょっと12分も撮っちゃってるんでちょっと長くなっちゃってますけども、12分のこの姿だけですよ。わかんないわけですよ、そんだけだけじゃ。まあ、そんだけでわかることもありますけどね。わかんないわけですよ、どんな状態なのか。やっぱり飼い主本人がしっかり観察してあげて、 しっかり見てあげて、そこから考えてあげることで、初めてできることだと思うんで、それがちょっと足りない質問に関しては、若干雑な返事であったりとか、いうことはあると思います。これからも多分そういうことはあると思います。ただまあ、そのね、例えばまあそういうのに遥かに当てはまってないような、お前本当に飼ってて大丈夫なんかっていうのはもうぶっ飛んでるような質問でも、俺は飼われてる子がかわいそうだから、ちゃんと答えますけど、 やっぱある程度、自分でやっぱ悩んで、いろいろトライするってことが必要だと思います。もうちょっと同じこと何回も話してますんで、そうそ人切りますけど。<laughs> ごめんなさいね。ちょっと、あんまりまとめずね、あのー、ちょっと最初話すつもりなかったんですけど、まあ、今日も特技もどきの動画見てる人が一番多いからいいかって感じで話し始めちゃいましたけども、まあそう思いますんで、そのー、なんていうかな、自分でいろいろ、 質問してくださるのは多いに結構ですけども、俺の意見をあくまでも参考、一つの意見として取りつつ、ご自身でね、いろいろその子たちのために、カットトライしてあげてみてください。はい。それだけです。<laughs> ごめんなさい。ちょっと大幅に脱線しました。これだけで別の動画にしようと思ったけど、なんか、言っちゃった。うん。しょうがない。<laughs> まあ、えっ、ー、と、俺に関しては少し体重が減ってきたんで、デ、えー、ュビア、ちょっと挑戦してみたいなと思います。はい。 では、そんな感じでしょうか。見ていただいてありがとうございました。またね、来月、体重がちゃんと戻っているように頑張りたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、では、見ていただいてありがとうございました。またよかったら別の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。